骸骨騎士様、ただいま、異世界へお出かけ中は、はかりさるきによる日本のライトノベル。イラストは、ケイクが担当している。オーバーラップノベルスより、2015年6月から期間9冊が、刊行されている。また、漫画版が、ウェブコミックサイト、コミックガルドにて、2017年2月から、連載されている。2021年9月時点で、 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は170万部を突破している。放送時期は未定だがアニメ化することが決定している。主人公はオンラインゲームの世界に自分のゲームキャラクターであるアークの姿と能力で転移した。ゲームで装備していた最強クラスの武器防具があり、甘ねき師になるまでに覚えていた魔法も使え、 ゲーム中最大レベルである255までキャラクターを鍛えていたため、アークは異世界での生活に何も不自由を感じなかった。ただし鎧の中の姿形もキャラクターのままの骸骨人間状態であったため、人前では不用意に兜すら脱ぐことはできない。しかしアークは深く思い悩まず、ダークエルフのアリアンや精霊獣のポンタ、獣人の血嫁と共に、 気ままに異世界を旅することになった。恋の甲はテレビアニメ版の声優。本作品ははかりさるきの最初の小説で2014年10月19日より小説家になろうに掲載。2018年3月25日に本編終章を同年7月15日に番外編を掲載して全8章200話のウェブ版が完結した。 オーバーラップのベルスより書籍化され、2015年6月25日に第1巻が刊行された。以後、4から5ヶ月に1冊のペースで刊行されている。2019年3月発売の9巻からは、書籍版描き、おろしの続編となる。2016年2月より、オーバーラップのウェブコミックサイト、コミックガルドにて、漫画版が連載されている。書籍。 第2巻3巻5巻が、初泉ブックタワーによる、ライトノベル週刊ランキングで共に最高7位となった。このライトノベルがすごい。2017において、事件があれば、手を貸してしまうお人吉な骸骨騎士の活躍に、ワクワクが止まらない。ゲームで鍛えた剣技や魔法で悪役相手に、無双する様は痛快と評されている。2021年4月に制作が発表された。 ありがとうございます。